釣ってみせましょう。パーポーピーポーやったね。オッケーオッケー。いつの間にかレンコ今日はいけんな。レンコいるならタイいるからな。ちょっとさっき娘って言ってもらったけど、ちょっと取れてなかったかもしれない。ちょっとまた釣って、ちょっと取れてたかな。不安になってきた今。全然前に出なくなっちゃったんじゃないですか。めっちゃ前に出ないか、そっち出ます。めっちゃ潮早いな、ここ半端ねえ下入る、ね、いや、別に大丈夫なんだけど、俺はね、行ける人は向こう行ったらいいと思うよ、もっと詰めて。俺は大丈夫だから。淡々と釣りをして一匹拾うしかないね。まだ無理にやってりゃバタバタって食ってで、また釣れた時間が続いてっていう、きっとそんな感じになるとは思うけどね。皆さん回収してください。マジで、はいはい、アグレッシブですよ、解放も戻るよ。ああ大丈夫大丈夫。え、下から30、40で食い寄っちゃろ。125度かよ。ちょっとちょっと全然当たんねえよ。食った下の方で食ったの。ポールで食ったみたいですね。ポール、はい、食った。何メーターぐらいで食ってんの。ポールで食ったってみたいです。みんなポールやないか。話した乗った。話しますね。何メーター。もう出たところ。え、来たの。おい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 、フォールで食ってたそうです。みんなフォール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 。俺も釣りたいな。ナイス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 、やったね、おめでとう。今知ってます。来てました。おお、ナイスナイス。YouTube 乗っちゃっていいですか。おいおいおい、全然、待って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 、よしよし、やったな、ナイスナイスいいナイスナイスピアないか。おい、そっちもやったな。来たな、オッケーオッケー、イエイイエイイエイ、まだやったな、ナイスだ。もっと釣れ、ガンガン釣れ、ナイス。おお、ナイス村田。はい、オッケーオッケー。オッケー。おお、じゃあちょっと娘に一言。娘、仕事頑張れよ。仕事なんだ。そう、社会人。ああ、そうなんだ。なってまだ一週間だ。なるほどな、頑張る。俺からも願うよ。負けるな。負けるな。嫌なことあってもちょっと頑張れ。頑張れ。頑張れよ。ありがとうございます。そしていい出会いがある。オッケー。俺頑張れよ。一匹ぐらい釣れ。来たの？めっちゃでもゆっくり巻いてたもんね。ゴリゴリ巻いてんだよな今。
顔だった。やっぱそういうことか。レンジ狙い通りだったな。近いですね。下から 15m。 素敵。やっぱ狙い通りだ。素敵ですね。今日も素敵だな。だろ、ね、やっぱり上田さん今日も素敵ですよ。やっぱ山形も攻撃的置き竿が効くんだよ、うん、やっぱり。あ、抜いた抜いた。ごめん、フリしてもらっていい。抜いた。リブで抜いた。はい、すいません、俺も終わっちゃった。抜いた。おー、でかい。おー、でかい。おー、ナイスティー、ナイスティー。でかい。ナイスティー。おー、ちょっとこれ大ごとだな。俺も噛んでます。こんな取ってる場合じゃねえから、ちょっと早く回収してくれ。俺は今攻撃的中だから大丈夫だからな。安心してくれ。あれ、今今日も言っちゃいますよ。何が？釣り業界の方です。おお、はい、あのね、攻撃的置き竿っていうのがあるわけ。オーケーオーケー。うぅぅぅぅぅ。はい。ういー、ナイスナイス。やりました。ちょっと待って待って、ルアーだけじゃなくてグリップまでパワーポーピーポーじゃん。わー、確かに今日はやべえな。やったぜ。オッケーオッケー、ナイス。ご飯持って帰るよ。オッケーオッケー。おー、ナイスナイス。なんで釣れねえんだ。なんで釣れねえんだ。そのうち釣れっから安心したっけ。あそこじゃないと。あー、やば、切れちゃってる。大丈夫。ラバーっすか。ラバーも、あ、思いっきりほっぺただね。鱗ついちゃってるわ。あー、これネタあったな。やべえ、流れに乗り遅れたな。30m 一番今、真っ赤の反応来たんですよ。全然当たんねえな。これをだいたい2セットは船でするっていうのが決めてるの。週に 3,4 回はするからさ。これは去年の話ですけど、こんな当たらんってどうする。タンツはずっと巻いてるんですけど。そういう日もあるよ。ちょっと釣りですけど、取り替えましょう。これ全然ダメっす。だけだったんですかね。マジ俺攻撃的置き竿の一匹釣っときゃよかった。ちゃんとショック。あれで終わったっすね。いやー、だんねマジで。これ帰れってことか。釣りがうまい下手ってその確率を上げることしかないから。食うか食わんか運だから。その確率を上げるためにどのレンジをどういう風に釣るかっていうのを考える。経験と知識と妄想、どのレンジを引くかって。そうそう、どのレンジをどのスピードで引くかって。あとはそのスピードと球とかが出す波動とかが掛け算になるから、どのぐらいの強さのものに反応するかっていうのは見極めなきゃいけないから、正直それは二の次三の次だ。バーディーの方はそれは波動が強い。でもぶっちゃけ言うと波動の強さはレプタよりもヘッドの方が影響する。そうなんですか。球はめちゃくちゃ重要だよ。だから自分なんかは中間を作ってないもん。両端しかやってない。すんごい引き抵抗が軽い球か、すんごい引き抵抗がある球か、2つ。目玉は巻き抵抗重い。重い方なんです。でも安定はしてる。涙は一番軽い。だから上手くなりたいんだったらそういう理由を考えることだよ。釣れないことよりも釣れた理由を考えた方がいい。なんで釣れたかを考えてる。そしたら次釣るときに似た状況を作ればいいんだろう。俺なんかよく釣りしててこれ釣れないでいいのにと思ってやってるよ。消去法だから。あ、やっぱりこれ釣れないよね、釣れないよね、釣れない。じゃあもう今日これで逃走っていう。自分に自信を与えるために釣れないでくれと。ものすごくマニアックな感覚。おかしいな、日本海の夕まずめって魔法がかかるはずなのにね。ねえ、よし、マジ多分ラストだから頑張っていこうぜ。こんままじゃ終わりねえぜ。おかしい、これで入れ食いしたら延長かもしれんよ。うん、タイいるんかな。
そんな気分になるよね。お、来た来た、抜いた。な惜しかったな。まだ来る、まだ来る。なんか今まで一気にちょっとテンション上がりましたね。もうやってやったな、あったま来たから。マイク立ちました。マジ？俺が仕掛けなんか書いてるとすぐ来るんだよ。ほんと。はい。ナイス連行。謎さん当たりなしですか？ない。今もう奥の手使ってる。限り。いっちゃったっすか？たぎっちゃったっすね。たぎっちゃってるもん。たぎっちゃってるっすね。なんか釣りたくなっちゃった。上まで巻きすぎてんだろうな、足りねえの。ナイス連行。え、また来たの？来ましたね。マジ？レンちゃんじゃん。今当たったけどかからん。もうナイスティナイスティ。おー、ナイスティナイスティ、やったね。ナイスティナイスティ、オッケーオッケー。流せよ、チーム。あ、流します、流します。オッケー、取っとくよ。あ、すいません、ありがとうございます。ナイスナイス。伊藤さん、ジグ？ジグ。ジグです。おーい、ナイスジグ。でも当たったんだよ。23ミス125。おお、来た。うわ、来た。なんか来だしたな、みんな。やっぱり日本海夕方魔法かかるだろう。ちょっとやりましょう。そういうことなんだよ。おい、ナイスナイス。オッケーオッケー。やったな、ナイス。ありがとうございます。おい、じゃあこっち見てみてください。オッケーオッケー。ナイス、やったな。おい、オッケー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 。ガンガン釣れよ。よっしゃ、こうできた。すごいな、フォールだ。ウェーイ。やっぱフォールだったな。やっぱこれがたぎりの威力だよ。なるほど。やっぱフォールでくるんだよ。ドキドキする。今の気持ちを。3、2、1、キュッ。解放最高だぜ。キャプテン今井最高だぜ。居残りっすからね。そう。やっぱり男は最後に必ず絶対やるんだよ。そうっすよね。そういうことなんだ、俺はキャプテン今井を信じてた。ありがとうございます。だからありがとうございます。キャプテン今井の思いに応えなければならない。そういうことなんだよ。ありがとうございます。しかし釣りは、うん、マジ最高に嬉しいぜ。紹介さん最高だぜ。いやいやいや、わかんないですよ。その辺で普通にいくかもしれない。いくかもしれない。あっ、抜けたよ。抜いた。この間コメントでさ、マスオさんのノイタを見るのが楽しみになってますよ。やっぱそうですか。もう限りじゃボールで食うだろうっていう読みが当たったからな。だってもう巻いて食わないんだったらボールで食わないしかないだろ。お、来たか。よし、お、やったな。やっと。ほらな、ビビってなかったら食うだろう。いやー、やりました。やりました、ナイスティー。間違いない、間違いない。これはうまいやつじゃん。ナイスティー、ナイスティー。いいね、喜びのナイスティー。よいしょ、ありがとうございます。いや、嬉しいぜ、ナイスティー。解放キャプテン今井。ふふ、最高キャプテン今井、最高。ふぅ、残りだ。でも残業最高。くじ出し最高。やめろ。いや、カレーだ。このタイミングでカレーも神だね。いや、大満足。嬉しい成人すぎるぜ、マジで。4時半までやりましょう。今4時17分です。フィッシュですよ。居残り解放、入れ食いですよ。残業解放。男は最後に必ず絶対やるからよ。でも昔全員連れまで俺帰んなかったんですよ。かっこいい。でも
そのシステムやめました。俺体もたないんで気づいたんですよ。そういうことだよ、それからもうやめました。あの、ね、時間だね。そうですよね。だってその分全然データ早く帰らせてくれるわけじゃないから、ね、そういうわけじゃないですからね。そうなんです。結論ぐらいゆっくり巻きだった気がするんだよな。うん、超デッドじゃないですか。わかるよ。お、仲間彼。おー、なしてなしてー、よっしゃー。はい、アイドルちょっと鼻見てて一緒な。オッケーオッケー、ナイス、おめでとう、ナイス、ラストフィッシャー、オッケーオッケー。おー、じゃあミスターキャプテン今日一日ありがとう。どうもグッドフィッシュ、最高だったぜ。イエー、廃業覚悟しましたな。てか、めっちゃ反応出てんじゃん。今になってすごいんすよ。やりゃ何ぼでも釣れるな。釣れますね、これ。あ、やっぱ日本海な。もったいないですけど、日本海の夕方、夕まずめ、ドラマがあるな。あの、俺また来るから、はい、よろしく頼むぜ。待ってますぜ。いや、やっていうことで、まあいいや、はい。今日もね、なんとか釣れましたんでね、次回初夏かな、7月か6月かぐらい、またこっちの方来たいと思います。娘に一言言う。あ、さっき言いましたよ。あ、仕事頑張れよ。おい、仕事頑張れよ。はい、じゃあさよなら。バイバイ。 See you。 See you。 じゃあ一言。え？